では始まりました、ムチチャンネルです。今回はですね、はい、松本さんにおいでいただきましょう。じゃあ今回はですね、うちのチャンネルにも質問が来たりとか、 LINE でね、はい、今質問を受け付けてて、はい、いろいろ来てるということで、はい、多いのがやっぱり速読。そうですね、はい、これはまあ受験においてもね、トイックにおいてもすごくみんな言うとこなんですけど、はい、ちょっとそこについて聞きたいなと思います。森哲師匠がおっしゃってくれたように、 LINE で速読するためにはどうしたらいいですかっていう質問が毎日のように寄せられてるんですけれども、まず大前提として重要なのが速読を目的化しないってことです。あくまでも自分の受ける大学に合格することが目的なので、速読を目的とするんではなくて、自分の現状の学力と合格するレベルの学力のどういうところに差があるのかっていうところをしっかり掴んで、それに対して対策をするっていうことが一番重要なのであって、あくまでも速読っていうのはその結果早く読めるようになったっていうだけなんで、その速読を目的化しないってことが前提として重要です。そうですね、そうやって、はい、本当に速読が目的ってやってる人が多いんですけど、はい、そうじゃなくて、まあね、例えば設問とかもこういう設問だから、はい、まずこういう準備をしてから読みに行くとか、はい、そういう風にしないといけないのに、ただ早く読めればいいって思ってる人多いですね、はい、そうは言ってもやはり早く読めるようになりたいっていう気持ちは強い人は多いと思うので、早く読めるようになるために、かつ自分の目標としている大学の合格点に近づけるためにどう勉強すればいいのかっていうところを、今日はいくつかパターンに分けて説明できればなと思ってます。大きく分けると、まあざっくり2つに分けられて、1つ目が読解の量を強化していくっていうことと、2つ目が読解の質を高めていくっていう、この2つが揃って初めて自分の英語の長文を早く読めて、かつ志望している大学、まあ、マーチであったり早慶であったりってところに合格していくレベルに近づいていくと思います。まず一つ目に言った読解量を強化していくっていうところに関しては、さらに細かく分けると二つに分けられて、一つ目が読解の作業にかかってしまう無駄な時間であったり無駄な部分を削っていくっていうことと、あともう一つが読解のスピードを向上させていくっていう、この二つがあると思います。一つ目に言った読解の作業に要する無駄な部分を削ぎ落としていくっていうところは、自分の志望している大学であったり志望している学部の過去問を見た上で、大問がいくつあるから制限時間が何分だから、この大問にかけられる時間はこれぐらいだなとか、あとは大問1から順番に正直に解いていくんじゃなくて、自分の解きやすい順序であったりとか、そういうところをしっかりまず固めるってことが重要です。で、二つ目の読解の速度を向上していくってところは、さらに細かいんですけど三つに分けられて、まず単語レベル、そして二つ目がまあ文レベル、で三つ目が段落レベル、まあ、それぞれ反応するスピードを上げていくっていうことが非常に重要です。で、一つ目のその単語の反応速度を上げるためには、日本語の意味をいちいち返さずに英単語をそのままイメージですぐにパッと自分の中で思い出せるようにしておくってことが非常に重要です。まあ、例えば単語帳ってそれぞれその単語を使った例文が書かれてると思うんですけど、その例文を本当に自分の中ですっとすぐ意味が出てくるイメージができるようになるまで覚えたりとか、同じ単語の類語をこうグルーピングして覚えたりとか、そういうふうにまず単語をどういう意味だったっけって考える時間を極力少なくするっていうことがまず一つ目に重要だと思います。直で日本語訳やるんじゃなくて直でイメージってことで、はい、まあそうですね、water とかバローでもいいですけど、はい、そういうのっていちいち日本語返さないでもスッと分かると思うんで、まあ、そういうのが増えていくと当然読むスピードは上がるってことですね。はい、そうですね。例えば water とか言うのは水ってすぐ誰でも即答できると思うんですけど、意見とか主張とか提案とかそういう意味を見たときに agree とか oppose とか advise とか、まあ、他にもいっぱいありますけど、そういうような単語を即答できるように反復して訓練するということが非常に重要だと思います。それ見てすぐ意味がわかるってことですね。はい、そうです。こういうことなんだなっていうのがわかるってことですね。はい、で、二つ目が分単位の反応速度を上げるっていうことです。自分の受けるマーチレベルの大学であっても、早慶レベルの大学であっても、出題される長文のほとんどは、This is a pen ぐらいの簡単な文章のように即座に処理できるようにならないといけないので、でも言葉で言うことは簡単なんですけど、実際そこまでやりきれてる受験生というか、そういう人たちは本当に少ないと思います。なのでそこまでしっかりまずやりきるってことが重要です。それはどうやってやるかっていうと、自分がずっと使ってる英文解釈の参考書であったり問題集でいいと思うので、そういう文章を使って即座に SVOC に分けてこう構造をつかめるっていうことだけじゃなくて、見た瞬間意味が言える、暗唱できる、そこのレベルまでまずやり込むっていうことがね、非常に重要ですし、逆にそこまでやってる人は非常に少ないんで、ぜひやってほしいと思います。
構文取れるだけじゃなくてちゃんともう瞬時に意味が分かるぐらい、はい、あとはまあ前から読んでいくっていうのも大事ですからね、はい、そこで構文取って帰り読みして日本語訳してたら時間がねなくなっちゃいますからね。そうですね。3つ目がもう段落レベルで反応速度を上げるっていうことで、具体的に言うと今師匠もおっしゃっていただいたように帰り読みをしないってことですね、うんうん、帰り読みを極力減らすためにはどうするかっていうと、まずは自分が持てる力最大限でいいので、タイマーで時間計って読んでみて、例えばこの段落は何分何秒かかったっていうのをしっかり記録しておいて、それが極力自分のこれまでやってきた勉強、それこそ単語の反応速度上げるであったりとか文単位の反応速度上げるっていうことを常に意識して、2回目読んだ時は3回目読んだ時はっていう風にしっかり全て時間計ってどれぐらい早くなってるのかっていうのをしっかり掴んでいくっていうことが非常に重要ですね。段落でどんだけ時間かかったかを測るってことですね、はい、なるほど。で、自分が取り組んでいる文章、例えば4分かかったとすると、それを3分であったり2分で読めるようにやるためにはどうすればいいのか、まあ、逆にどこに自分は時間がかかってしまってるのかっていうのを細かく見てチャレンジしていくっていうのが非常にいいと思いますね、うんうん、なるほど。自分がすごく読めたとかすごく分かったっていう自分の感覚的な判断ではなくて、時間、客観的な数字として早くなったとかいうところが非常にまず重要なので、自分の感覚ではなく数字がね全てなんで、そこでしっかりできるようになってる、逆にできるようになってないっていうのを判断するようにしてほしいなと思います。段落やる時間がない人はね、文章でやったりとか、あとは問題解いて文を含めて時間でっていういろいろな時間の測り方はあると思いますけど、そういうのもありですね。はい、今までは読解量の向上の話だったんですけど、もう一つが最初に言ってた読解の質を高めるっていうところで、ここはどういうことかっていうと、まずざっくり言うと文章全体を読んで筆者が何が言いたいのかっていうところを一読して掴むっていうことがまず必要です。それができるようになるための勉強としては、文章の論理的な関係として同義、そして対比、因果関係、3つの関係を意識しながら反復して読むっていうことが必要になってきます。まあ同義っていうのはまあそのままの通りで、前の文章と後の文章の意味がまあ同じイコールってことで、対比がその逆、前と後ろの文章を比べていたり、もしくは逆説になっていたりっていう関係で、まあ因果関係は前の文章が原因で後ろが結果になったり、その逆もありますけど、大きく分けるとその3パターンにまあ分類できるので、この文章はどのパターンなのかっていうのを意識しながら自分の取り組んでいる文章段落を繰り返し反復するっていうことが必要です。そうすることによって筆者の主張が分かるとかって言ったりしますね、はい、文が分かっても文と文とつながりが分かんないとか、はい、段落と段落とのつながりが分かんないとか、はい、全体の筆者の主張が分かんないって、こう対極的に見れる人って少ないですからね、はい、やはりこうマーチレベルの文章とかでもそういう論理関係が曖昧であったり不明瞭なものも中にはあるので、そういう場合はやはり英文でやる前にまず日本語のそれこそ現代文の文章で先にそういう論理関係をしっかり掴んでおく、意識できるように文章が読めるように訓練しておくっていうことが必要になってきます。いわゆるマーチとかのやつだとそういう論理的になってないこともある、はい、全部がそういう風になってるとは分からないから、はい、まずそれを理解するために日本語の現代文のってことですね、はい、まあ、いろんな教材あると思うんですけども、まあ、最低限入試現代文へのアクセスの基本編までのレベルでいいと思うので、それのレベルの日本語の文章がしっかり論理関係をつかんだ上でスラスラ読んで筆者の主張がつかめるということができれば十分英文でも意識して使えると思うので、先に現代文の方でできるようになった方がいいと思いますね、うん、そうやってやっていけばいいってことですね、はい、という感じで、まあ、いわゆる単語レベル、そして文レベル、はい、そして段落レベルっていう、はい、これをたくさんやっていけば早くなっていくってことですね、はい、そうです。そしてプラスで質ですね、早く読めても内容分かってなかったら意味ないですからね、はい、だからきちんと筆者の言いたいことをつかむとか、文と文とのつながりをつかむっていうのも大事になってくるってことですね、はい、はい、感じてですね、小泉松本ですね、トイック950点向けて自らも勉強してますから、はい、これでトイックできるか分かんないですけど、はい、速読で突破してもらえればいいんじゃないかなと思いますね。質問ある方はですね、概要欄貼ってありますので、ぜひそちらからですね、小泉松本に質問してみてください。はい、ということで今回は小泉松本さんに速読の勉強法を聞きました、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。
で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC で、もうほんと400点、500点さえも取れない。でも700点、800点取りたいっていう人とか、英検、もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コード、もしくは概要欄の ID、これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。